シリンダーじゃない気がするけどな。オイル漏れがあるんですか。いや、ブーム下がるんですね。オイル漏れ最初してたんでシール交換したんですけど、結果的に症状が改善せず悪化したっていう。いやでもなー、こっちじゃねえなー。傷入ってるんじゃないかと思ったけど傷入ってないもんな。傷って目でわかるんですか。いや、目でわかりますね。これだったら内部リークするわけねえんだけどな。組み立て方向もこれ間違いないようなタイプだし、これ真ん中のリングは何なんですか。これがあれですね、結局あのパッキン中間。パッキンですよね、ええ、この両脇はこれバックアップリングですね。バックアップリングっていうな、これバックアップリングだと思うんだけどな、まあ、バックアップリングとは違うか。またこれはそれは何の役割するわけ。何でしょうね同じものが3つ入ってるわけじゃないんですもんね。違います違います。この中あとオーリング入ってるんで。どこにオーリングが入ってるの。この中、この下に。単純にこれで擦れ止めしてるだけだと思いますよ、材質的には。ただこれ擦れてるだけなんで。いや、真ん中の黒いのはゴム。まあ似たような材質ですよね、樹脂製の。樹脂、あ、それ3本とも樹脂なんだ。いや、まいったな。多分これ取っかえたところで症状改善しないな。これだったら異常なし。異常なしですね。ちょっとユリかな。こういう症状を見つけるって大変ですね。うん、こんでダメだったらやっぱりもうバルブしかないんですよね。ああ向こう、うん、こっちじゃなくね。こっちがもう何ともないんで、もう十中八九やっぱりそうなってくると、もうコントロールバルブの中の内部リークなり。うそうか。これもだから硬化防止でどっかにチェックバルブ入ってるんじゃないかってなって探してみたんですけどそれらしいのが見つからなくて、はてなぁなんて。ちょっとただこれ緩いんだよな。元の閉めてたところでロックかけたんですけど、なんかそれがちょっと緩いんですよね。こっから逃げてんだよな。これ別に大した影響ねえと思うんだけどな、はい、気になるとこったらそこぐらいだからな。一回これもう一回ここだけ閉めてみますかね。で止まってるだけなんですか。こんな緩いわけねえな。もしかして回ったか。なんでこんな元の位置で締めたんだけどな。いや、これで直ってくれりゃね。
原因が分かりませんねっていうのが一番ね、お客さんも一番えってなるし、散々手かけたってね、それじゃあ俺もお金もらえないんで。原因追求って難しいですよね。でもね、難しいですね。必ず原因はあるはずですけど、ボールロック入ってます。ああ。これ分かんないで、気づかないで無理やり回したの潰した人もやっぱボールロックって言うんですか、中にはいるんですけど、組む時もな、オーリングが余るってことなかったからな。こんなに閉まってなかったんですけどね、最初だいぶ緩かったんだけどな。もう考えられたと、もうこういうとこから俺もこの状態だとね、ほんと、なんかロッドに馬かましてね、やった方がいいんですけど、加減間違えると負けちゃう。負けちゃうんで。多分このくらい死ぬときはあると思うんだけど。ボールが入ったとこ見えるんですか？うん、はまるんですか、あれが。ちょっとはまるんです。はまるっていうか、もう無理やり押し付けて止めちゃうんですよね。溝、結構溝ですね。まあ溝のあるやつもあるし、溝ないやつもあるんで。それなくしちゃう人いるだろうな。いますね。あとこのここのかしめ、カシメも解除しないで無理やりやって、カシメってどこ？これポンチ。ああ、そうなんですか。これを結局潰し直して開けないと、じゃあもうみんな潰れてくんで